と、皆さんユミットです。緊急事態宣言が解かれてから2日経ちましたね。ユミットずっと閉じこもっていたので、あつ森ばっかりやってて全然外出てなくて、外で飯も食ってなかったんですけど、あ、25日にラーメン夜中食いに行ったか。でも昼間ランチ外で食べるってことほとんどしてなかったですね。だもんで今日は失われたソウルを取り戻せ、ソウルフードを探す旅。旅じゃないんだけど、一番今日食べたいのが秋葉原のサンボ牛皿。これ僕のソウルフードなんですよ。何回か実はちょっと行ったんですけど、もちろんやってなくてですね。で今日、あ、ここ今上野なんですね。忍松の池、だいぶ緑が、新緑が芽生えて、ちょっと覗いたらやってそうだったので、そこをまずチェックして11時半から開くみたいなので、なので今日の絶対食いてえなっていうナンバーワンはサンボ。ちょっとイカゼマスターがやってるんですけどね、いろんな日をふっくらってますけど、うまいんですよ。昔ながらの感じで、牛皿とご飯が別々になっていて、でたっぷりの生姜をかけてですね、すき焼き風の牛皿をかき込むのがうまいんですね。あそこでしか味わえないですね、多分昔の吉野家の味がするんですよ。でそれもそのはずで、そこの店作った初代マスターさんが吉野家にいらっしゃった方が、違ったんですかね、確か。あの昔ながらのあの吉野家の味が味わえるのは多分あそこだけなんじゃないかな。厳粛にいつも食べに行ってますけど、今日食べられて嬉しいな。まあ非常事態宣言が一応公然と解除されたので、都内の様子をチラチラとお届けしたいと思います。では行ってます。卵を生まれるのか。上野動物園はさすがにやってないね。秋葉原着きました。どうやらやりそうです。食べるそうです。開いた、やった、いただきます。うわ、あった何ヶ月ぶりだろう、2、3ヶ月ぶりだ。嬉しい。開店と同時に入った、あの一番最初にいただいたの初めてでした。嬉しいや。歌舞伎座中華中、意外と人多いよ。港区は愛宕神社に来ております。通過中。初めて目の前に立ったけど、すげえ、すごい。出世するそうです。私はもういいや。暑い、あっちいよ。六本木ハードルカフェ前、通過中。このハンバーガー食いて夜来るね。はい、帰ってまいりました。すげえ走った。明治路抜けて、飯田橋抜けて、秋葉原行って、上野行って、秋葉原行って、で秋葉原から日本橋抜けて、東京タワーの近く通過して、渋谷抜けて、原宿抜けて、新宿抜けて帰ってきた。あと池袋、何十キロ走ったかな。結構走りましたよ。5時間ぐらいあのぶっ続けで走った。いやもうそんくらいしないと、もうめちゃめちゃ足腰弱っちゃってて、外出た瞬間なんか危ないですよ、閉じこもってるとね。びっくりしました。で、あの暑いからアイス買った。いや、サンボの牛丼食えて嬉しかった。今日普通な感じで戻ってますね。さすが解除されただけあって、あのいつもと変わらない感じでした。ただ皆さん、あのちゃんとマスクをしてらっしゃってるのは素晴らしいなと思いました。自転車乗ってる人もほぼほぼみんなマスクしてましたね。まあ、これだったら大丈夫でしょう。すごいね、日本。では帰ってアイスでも食うかな、暑いから。夏来るぞ。あ、アジサイ咲いてるな、そろそろ。あのアジサイ撮影しに行きます。またあげます。ユミット、アメブロ、ツイッター、インスタグラムやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。ベルボタンポチしていただくと私の個人情報が届きますので、ぜひよろしくお願いいたします。過去の動画を見てくださいね。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆さん、熱中症に気をつけてください。マスク熱くなりますから。それではユミットでした。バイバイ。